第35期十段戦ベスト16シータク、実況の小車翔です。解説は山田博之が伝えます。山田プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備が整ったようです。はい、それでは対局第35期十段戦ベスト16シータク最終5回戦東杯の開始です。はい、5回戦はトンチャに、横山、なんちゃに望月、シャーチャに青山、ペーチャに柴田という並びで開始しております。トン一局、親は横山、ドラは9番です。さあ、トータルポイント画面の下に出てくるかと思われますが、現状トータルトップが望月のプラス 32.9 ポイント、続いて、柴田が、マイナス 6.8 ポイント、3着が横山のマイナス 11.3 ポイント、トータル4着が青山マイナス 14.8 ポイントですね。かなり下3名が団子状態というか、そうですね、森一つ目席をめぐる戦いになりそうな 点数状況となっています。はい、なぜかワイプで我々が抜かれておりますが今一応確認の計算してました。ほとんど着順勝負みたいなものですね。まあ、柴田と青山が一応8ポイント離れてるので、はい、まあ、トップ2着とかだと4000点差をつけないといけない、うん、まあそのぐらいはすぐつきますからね。はい、はい、まあそんな条件ですね。柴田はトップだと無条件、うん、はい、望月、まあその青山横山より上だと無条件ですね、簡単に、うん、本当に望月以外の3名が着順勝負、ほぼ着順勝負というような。そうですね、望月も2人かわされるパターンが少ないので、はい、まあその 32.9 がマイナスになるようなラスを引かなければ、うん、まあ大体大丈夫ですね。よっぽどですよね。そうですね、1万点のラスで一人沈みとかで32、うん、ここでペンチャンターズを外していった。いや、そう考えるとやっぱり最後の青山の5人は相当でかかったですよね。そうですね、うん、横山はラスになったのであまり横山と柴田の差は実質は変わらなかったのですが、うん、青山からしたら11ポイント 10.4 ポイント、はい、14.4 ポイント縮めたのか、はい、ね、柴田に対しては本当は20ポイント、22.23って言ってたんですが、はい、その時 22.4 ポイント差だったのが8ポイント差になった と、はい、ったと大きかったです ね、 ですね。よりこの最終戦を、まあ、面白くしたという。さあ青山は、転敗してたんですが、ここで待ち替え、渋くいきましたね。まあチーピンさえ引ければ一気に、そうですね、というシャーチャなんで、ピンフがつかない。そうですね、なので出上がりはチーマンでしかできない。テンパ1もありましたけどね、そうですね、それで、まあ、それで渋いという表現になってしまったんですが、はい、ダブトアンコ、おーリーチッタードラを切ってダブトアンコにした。カンチーソーテンパイでリーチを打っていく俺こんな高いと思わないもんな。思わないですね。うわこれは怖い。これはちょっとパーマンが自分から6枚見えですか。そして数万切って9万切ってリーチ、全然ウッパーもあるもんね。怖いよね。チーマン切ってのシャンポンに置き換え、このチーマンを望月はポンしていく。望月はポンしてテンパイウッパー、そう3人テンパイ、これなすごいことになってきましたけど、積極的。まあこれが自然は自然ですけど、チーマンと意図とする方もの選択もありましたけどね。まあリードがありますからね、まあ、そっちの方が一般的ですかね。わあ、強い選択、強いですね。結果を出してきました。望月単野を300-500の上がり、結構ね、打たなきゃほとんど勝てるという点リードですからね。はい、
やめてよって思いますよね思いますねもう横山さんのところに座ってたらちょっとやめてよみたいな、いいじゃん、何みたいなそんなリスクしなくてもいいじゃんみたいな。そうですね、今の9600とか報酬すると具合悪くなってきますからね、はい、うん、思い切りましたね。そうですね、さあ望月の親番、ドラはウーマンです。と2曲、おー、ドラ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 親番入ってますね、さっきから。はい、初動いていきますかね、青山。ドラドラ動いていきそうですけどね、ただ意外にあの5566っていう形がね、このままだと結構ネックになるんですよね。スチーマンの二度受けでも厳しいし、シャンポンでも厳しいし、はい、チャンスだけど意外にうまく打たないとチャンスじゃなくなってしまいそうな、そう、ちょっと変化してから仕掛けたいですよね。うん、そうですね、仕掛けるにしても、うん、まあこの形ですとウーマンかローマン引くなり、チーマン、スーマンよりチーマンがいいですね。ウッパーマンに変化できるんで、うん、はい、そうなっていくといいんですけど、最終戦、基本受け方の青山も最終戦ではそんなに受けてばかりもいられなくなってくる。まあそうでしょうね、はい、チーマン引いた、いいチーマン引けましたね、はい、これありがたいですね。これでチュンですかね、この瞬間にリューハ出るとどうしますかね。おにナッキー、さあ横山が今続けて切られた2枚目のチューンをポンしました。流派がいつ出るか、うん、3万、まあ、切りますね、一度切ってますしね。でイーシャンテン、ここで流派が出た、動いた、さあ青山が初を仕掛けていきます。イシャンテンドラドラのチャンスで、さあ柴田も手が進む、ここでペンチーマのターツを払っていく、続きもイシャンテンですが形が良くなる。おお、そうですね、かなり上がれそうな形、はい、難しいですね、持ち月の立場。1500だと上がって連チャンしても果たして、あ、これチー点取れますね。はい、ここでスッチーマンをチーして、まあ、イーピン短期にしますか。はい、イーピン短期に受けました。初ドラドラの転敗、切りそうですね、2人の現物。うん、で、あんま泣かない。ドラ。泣かなかったですね。で、あんま泣かなかった。どういうこと？あ、ウーソー手出しだからか。チーしてウーソーだから、スーソー行かなかったってこと。で、あんま泣かない、びっくりだもんね。びっくりですね。これだって。え、つって。なんだなんだって。まあ、確かにチーしてウーソー、チーしてスッチーマン、チーしてウーソーだったんで、スッチーソーサブローソーは本戦にはなりますけど、かなり守備
的だったってことですね、意識が。そうですね、まあ三蔵も泣いてないのか、三蔵泣いてないからスッチ蔵が大本線になっちゃったのか。なるほど、そば店ありなら、はいはい、かなり繊細な、なるほど、ね、きちんと見てないと一瞬何が起きたか分かんない、ね、カンリャンマン出たチーみたいな感じが、うん、そこだけは泣くみたいな話でした、ね、まあでもそれで結果はウトラ引いたんでちょっと高くなりましたけどね。まあそうですね、ちょっと受け入れは厳しくなってますけど、わあ転廃した、いやイシャンテ、ああイシャンテか、そっかそっか、ちゃんとがない形で受けたんですもんね、スーソーは切りたくないから。これリーチちょっとウッパソーが弱くなりましたね、もう次イーソーもありますか、ウーソーが今2枚、うん、ちょっとウッパソーでリーチするほどではないですね、イーソー切りましたね。これでサブローピンがものすごい薄くなってそうですね、今ローピンアンコになったんで、うん、またスーソースーソー切らないって決めたのに、もうこの辺は徹底してますね。あ、普通に上がりに行きましたね、うん、これは相当強そう。お、珍しく今詰まってきた範囲に力が入ってましたけど、うーん、今のとウッパマに受ける手もありましたね、ウッパマに受けてありましたけどね、うん、まあ、少し考えてサブローピン続行と、サブローピンがもうかなり切りづらいっていう判断ですかね。まあ、サブローピンもウッパーマンも切りづらいんで、うん、あまり変わらないですね、うん、まあ、ウーピン補充になりそう、まあ、自分の上がり考えたら3ピン切り、3ピン切りもありますね。望月には2と8が通ってるんですよね。あ、うまく望月はテンパイ取りましたもんね、これで。はい、ここは望月の上がりになりました。タンヤオですね、1500の上がり、補充した後に少し天を見上げる素振りを見せた青山、思うところがいろいろあったか。さあ切り替えて次の局にという意識になってますかね。ドラは数層、望月の矢の連チャンです。うん、さあ望月のハイパイ、まずまず、ああこっちいいとかじゃないね、うん、めっちゃいい、ただなんか打点がちょっと、そうですね、うん、足りない感じしますね。さすがにこんな順目だとなんかつけたいけど、ちょっとな、まあ頑張れば6、7、8はあるけど、そうですね、わあ、もっと形が良くなる。まあでもここ安くてもやっぱ上がりが結構大きいは大きい局面ですよ ね、 大きいですね。着順勝負なんでやっぱり少しでも稼いでおきたいっていうのは、ただローソーとか引いたらテンパイ取らずありますかね、9ピン切りで単品3色になるんで、いいとこ引いた。チーソーイシャンテ、柴田もいい形になってましたね。そうですね、手配がぶつかりそうです。横山だけ少し手が置いてけぼりというか、まあ、さあ転廃しました。これはやめてしそうだ、まあ、そっかリーチもあるな、リーチもありますよね、まあローソーがちょっと危ないか。実際本当に少しの点差で勝負が分かれる可能性がある以上、そうですね、このリーチの違反があとあと効いてくる可能性はあります。ただ闇点もある、難しい判断でしたが、先ほどもリーチの妙、あ、ピンフのみをリーチしてすぐにつま上がりという局面ありましたね。ありましたね、700、1300の先ほどと同じような、うん、先ほどよりは2手代わり、先ほど1手代わりでしたね、はい、もう鈴木ここでメンツを抜いていったドラ、リーチには打たないということですかね、うん、まあ
面白いですけどね、先ほど親利には向かっていきましたけど ね、 そうですね、あれは一応天敗でしたけど、凡天取ったという。横山はここは受けています。望月もメンツを壊してリーチには打たない姿勢を見せている。打たは切るものがないですね。そうですね、まあ私は持ってないんで今のところ補充することはないんですけど、というか山にザクザクですか。ザクザクですね。9、4枚ですか。はい、ザクザクいますね。上がりになりそうですけど。そうですね、うんうん、時間の問題に見えますけど。あ、ここに気づいた。あ、これこれすらもこれも止まんないんじゃないかな。止めるとしたら、他に切るもの、まあ、現物はありますけど、まあ、抜いたら終わりですもんね。で、うん、そうですよ ね、 うですね、うん、はい、ここは青山の上がりになりました。柴田からの直撃はちょっと嬉しいかもしれないですね。そうですね、ちょっと2000点とはいえ、はい、直撃は大きい。はい、リチピンフで2000は2300の上がりです。トン3局青山の親番です。現状は青山がトータル2着になりましたか。なりましたね、行きましたからね。浮き沈みで十分変わりますからね。そうですね、2着3着だともう浮き沈みの2着3着は8ポイント変わるの で、 で、ね、はい、無条件ですね。ドラが3ピンです。さあ、おはいっぱい良さそうですよ。もういつまで行きたいね。行きたいな。残り2枚が10対10。ああそう、ちょっと行きづらくなった。第1打でおそらくシャーが1ピン、シャーが1ピンですけど、うん、2ピンだと切りそうですね。まあ、我々すぐリアンソー切っちゃいますからね。すぐ切っちゃいますね。リアンソー、はい、リアンソーから始めとれ。おお、またわわ、望月が早速第一弾の柴田のトーン、まあ、徹底してますね。ちょっといつもよりは遠かったような気がかりですが、うん、こういった時にちょっと悪いですよね。ちょっとここまでしなくてもいいような、まあ、徹底しているということですね、はい。さあ柴田が順を重ねました。それは表示範囲のジャンピン。さあ柴田も動いてきた。チューンを仕掛けます。小さか、うん、3人仕掛けた。5枠抽選になりましたね。青山もいいシャンテン。横山ドラドラですけどね、うん、ちょっと追いつかなそうですね。そうですね、皮肉にもスピードとドラが噛み合わないという、周りがどんどん仕掛け出してしまうとちょっと厳しくなってきます。フリテン、ジャンピンがフリテンになっちゃう。そうですね、ジャンピンさっき切りましたもんね。うん、さあドラを引いた青山。おお、地層が3枚打たれたから、いやびっくりしました。はっとか言っちゃった。こんなの来たことないんで、うん、まあなるほど。あとサブローピン引いた時に、はい、ドラ引いた時に受け替えれるというか、パーピンなりローソントイトトシができるというメリットはありますね。面白い選択でびっくりしました。ローピンかローソー以外ないと思ってたんで。そうですね、うん、いろんな選択がありますね。ありますね。、はい、びっくりしました、うん、本当。うわ、いいとこ引いた。追いついてきた横山。これは大チャンスですね。望月はちょっと手が止まってますしね。
横山ここでいやりゃんそう言いそうになりそ う, りそうです、ね、パーピン受けるならパーピンですか。ローソーはちょっと打ちづらいんで、うん、こうなるとウソのところでりゃんそう言いそうっていうのもあったのかなって、あったのかもしれないですね、うん、まあ確かに実はまあ泣けたんですけど薄かったですね、うん、フリテンのリャンウピン、さあ転敗しましたがフリテンリャンウピン待ち望月、ペイを、柴田が仕掛けてこちら関三万転敗ですね。横山はイシャンテンまで来ている、ここはぶつけていきたい、面前の恐ろしさを、ああパーピン帰ってポンされる牌でしたか。まあ、すごいピンいければ、はい、ここで青山が、あこの数ピンは打っちゃうね、報酬ですね。青山の上がりになりました。初ドラ1 2900の上がり、さあ青山がリードを広げる。さあ青山が今連チャンに成功しました。柴田からの2900の直撃はまた大きな、そうですね、はい、点差を広げる結果となりました。こうなると 5% 上がったのと同じような感じですもん ね、直接の話だと。さあドラは初、横山手配整っているドラが1枚あります。望月は面白いぐらい酷使ですかね。あいいね、あいいとこ引きましたね。ロボソどうしましょう。リャンソンも一応ありますね。リャンメン固定もありますね。本領地位というか、はい、おお、すごい、下切りを選択、もっとこう受けようということですね、はい、うん、さあ青山一つメンツが増えて、普通のスワンですかね、リャンマンが数万ついてる分、うん、ローソンしましたか、ローソンしましたか、うん、どちらも、まあ、数万早切りしてるんでヤウマンとかサブロマンになってもいいっていうことですかね。それもありますね、うん、の方にも手が進んできた。ローソー、うん、ペコ、はい、小屋の青山はどんな転敗でもリーチって言いそうな局面ですか、うん、どうですかね、言えるんだったらリーチ打つ方が強いですけどね、難しい、言えるのかな今リーチって言うと、あこれはリーチ引きやすいか、もうこれもやみ店に構えた、サブローピン待ち高めでいいペーコーですが、ここはやみ店に構えた青山、うーん、まあ一応国士、まあ大体けどあまり真剣に望月が国士やってる場合は少ないですけど ね、ハイパー悪くて受け気味に打ってるケースが多いんで、変な感じになってきました初とか重なったらすごい手になっちゃう、なっちゃいますね、倍万ぐらいになっちゃう、まあ、今切れましたけど手出しは入った、まあこれ、まあ、あれで止まるってことはやっぱりかなり警戒はしてる、してはいますね、ってことですね、あら
から本当に引いた、本当に引いちゃいましたね。モンローチートイドラドラのイーシャンテン、あ仕掛けた、ペイをポンして、まあ、シャーもともに前切れですね。はい、モンロートイトイ役ドラドラ以上が確定してます。あペイ茶だからペイも、うん、そうですね、役ですね、バイマンですね、どちらでもあの発を使えなくてもバイマンですね、使っても10番止まり3個にならない限りは。あ9万これ切ればポンですよ。ただ望月に相当嫌なんですかね。来たさあ初チュンシャンポンの倍満点牌です。9ピン、これは打てなくないですか。ちょっとこれは打てないですね。ションあいったおこれもうほとんどテンパイですからね、ほとんど翻弄といっといですよね、この捨て牌からでドラ持っててもおかしくないってことは本当に翻弄といっといペイドラドラ、はい、羽マンはありますね、あ流派があればよく打ちましたね。行きましたね、結構怖いけどな、これはまあうん、さあどうなるか。初チュンシャンポンの天牌が望月倍満天牌が入っています。初は1枚まだ山にいますよね。横山が1枚持ってるだけ、はい、チュンに関しても山に1枚残っている。青山はサブローピン天牌、ピン2高めイペイコ、サブローピンもかなり薄いのか、3と6が1枚ずつ、アイス5分。さあどうなるか。ここでまずここに来た、これは出ないですよね。さすがに打てないですね。さすがに打たないですよね。ただ急走も切れないんで、まあ、通ってくれるのを待つしかないみたいな。うーん、山には残りチュンが1枚、このイーピンは2枚切れですね。ああ全部来た、ここに来た、これでもう完全にお手上げですね。サブローピンはまだあるんですかね。ありますね。ありますね。いいそう。2枚切れですね。枚切れ、あ、うん、そう、自分で4枚見えてますね。うん、はい、ここは流局となりました。望月青山2人天牌で流局、青山は公の字に成功して天牌量でまた、柴田横山との点差を広げていきます。うーん、青山望月の手牌を見てどう思ったんでしょうね。ふうと今ふうというシーンがカメラに映りましたけど、まあ良かったっちゃ良かったですね。チュンが9ピンだったら大事故でしたからね。大事故でしたね。まあよく行きましたよ。もともとリーチしてたんだったらなんかそれはもちろんつもぎるしかないんでしょうがないと思うんですけど、やみちにしてたんで、かなり良さそう。ハイパイすごいですね。なんだこれ、えイーシャンテン、イーシャンテンでございました。まあまたダイレクトには高くならないローマン引きか、厳しいな、ドラ票ですね、ローマ。うん、これで差し子見えてきましたけど、いやいいソーリャンズを切れたらかっこいいですけど、ちょっとおお切りましたね。切りましたね。うん、
もうこれは一気に高くなる可能性ありますね、はい、いやこのイーソー切りができるっていうのはなかなかですね、うん、一つの引き出しですよね。だって2目打ち掃除で確定してるところをわざわざ壊してるわけですからね。こうなってくるとあらってなってきます、ね、うん、ここは素直なんですね、はい、もう2万切りそうだもん。確かに、まあ言いそう切った手前、はい、はい、もう差し子をとりあえず目指していくしかねえだろう、うん、まあローマン引いたらしょうがないとか、うん、まあ、ただこれ最終的に振り点にならずにスッチソーの単品とかでもまあそうですね、はい、うん、一応いけるはいけるんですけどね。うん、青山はイーシャンテンまで来ています。横山もまずまずの出杯お、天杯は天杯。どうしましょう、ドライチ、アクナシ、カンサンソー、うん、選択肢としては初切り、初はなかなかゆったりきましたね、らしい。とりあえずまあ、らしいはらしいですね。タイヤをつけると満願と、はい、青山の手にドラが来た。現状いらないドラ、イカリアンソーにしますかね。イーシャンテンでドラを切りたくないですかね、リードしてる場面で。うーん、考えます。ダンソーになりましたね。さあ望月がこれで天杯、初をポンしてジャンソーチ、カンパーピン、天杯、ジャンパーピンここに来た、ジャンマン切っていく、おー、うん、横山もドラが浮いてる状況でここでルーソーを選択。青山手が進みました。チュンをあんこにした。ここで急走の統一にた。チーマンは手が入る構えですね。大に換算ぞ。そうですね。柴田は換算層の。タンヤオドラドラテンパですね。三層は山に2枚残ってますね。うん、1枚切れてるよ。あ、1枚切れてて1枚、あ、1個仕掛けで、あ、仕掛けが失礼しました。じゃああと1枚残りですね。振り点だけど、振り点ですけど、うん、安全そうな球にしましたそうですね。さあウッパーマンの青山、振り点の単品ドラ現状3人転敗。
どうしますか、ね、どうしますかね、連敗受けるのは簡単ですね、はい、うん、来ましたね、ロピン今取った、はい、おー、うん、カンローピンで仕掛けてダウンピンに、食い伸ばし、わあ、そしてダウンピンがここに来た、これやりたい放題ですね本当ですね、はい、線は1600の上がり、自在に見えます。と4局、うん、親は柴田、ドラはペ、おっとドラドラのチャンスで今から切っていく、もう青山と柴田が祖典で1万点離れてしまいましたからね、そうですね、祖典で1万点で、うん、と2着ラス、はい、12-22、14ポイントですか、 14.3 ポイント青山が上ですね、うん、苦しくなりましたが、はい、今ちょっとトータルポイントが画面に出てますが、現状このまま終わった場合のトータルポイントですね、青山が、うん、勝ち上がり、やはりそうですね、厳しいね、岡山も手にならないですよね、そうですね、ちょっと我慢を強いられる展開になってます、今のところ周りにすぐ動かれてて、で横山自身もチャンス手が入ってたりもするんですけど、まあ、横山自身はあまり動ける手でもないという、そうですね、感じですね、さあ、山関数層を引き入れて形が良くなる、何を切っていくか、ウーマンを選択、ドラを切らないということですか、ドラ短期想定、まあ、切りやすいですけどね、自分がペーチャーの分ね、はい、ペー切りそうだな、うーん、ペー、うーん、まあ、ペーはやりすぎか、どうでしょうね、ただ今上がって曲を進めることもすごく、うーん、大事ですね、有益ですもんね、特にこの柴田の親はそうですよね、一番終わらせたい親番ですよね、はい、で自分の手がいい時に上がりを逃すとまた親が続くことにはそうですね、なりやすいですからね、一番親を落としたいわけで、はい、望月も多少はね進んでいった方がそれはいい、はい、なんで、うーん、ちなみに、まあ、ペイをあそこで切っているとウーマンに数万くっついて、そうですね、単品3色とかに、はい、まあ、これでも形は良くないんですけど、これでペイもありますね、ここでペイ離していきましたね、うん、さあここで転敗して換算マンでリーチを打っていた柴田、リーチドラドラ、青山も転敗でアムパーソーかサブロッキューソー、役割ならでアムパーソー打てるかどうか、うわーサブロッキューソー、パーソーは筋だったんですね、サブロッキューソーでリーチを打っていったと、さあどうなるか、勝負どころと踏んでここはぶつけていった青山、うわ怖いね、いやちょっと嫌ですよね、うん、傲慢、さあ望月も形にはなっています、どうなる、
換算満対サブロック9層、9層がここに来る。サブロック9層もそこまで多いわけではなさそうですけど ね、 ね、はい、3万は場に1枚切れていて1枚望月が使って1枚しかない、横山も1枚ですね、うん、換算満は山に1枚、サブロック9層、9層が1枚、3層そうないですね、ローソーが、うん、さあここで望月もダンウーピン転廃、わあ望月の上がりになった。ここは望月がまたうまくかわしていきます。ピンフで1000点の上がり、はい、ちょっと今体調が止まってます。ん？トイレですか？そのようですね、うん、ちょっと今あの選手の休憩時間を取らせていただいております。現状は青山が 1.3、はい、5.3、 9.5、 マイナス 9.5 ですね。うん、横山が 3-7 18.3、 柴田が 16-22.8 という感じですね。はい、青山まさかのドラ短期なら上がってたという。そうですね、さすがにドラ短期の手順はなさそう。まあそこでドラを切らないとしても、いや先に急走ペンのところで急走打ってると、うん、怖い怖い怖いって言ってパースを切ってやめてんで1000、2000みたいなのはあるかもしれないですね。さあ確かに確かに、そうか、あそこでパースを切るかペイ切るかの選択だったらパースを切りそうですもんね。そうですね、さすがにリーチにペイぶつけることはしないでしょうから、うん、これはどうですかね。ちょっと柴田が苦しいけど、横山は1000、2000で変わりますからね、うん、全然まだ、まあ、まあ柴田だと親があるんで、まあ小型でも満貫上がればいいというぐらいの条件、満貫積もればいいぐらいの条件ですね、うん、満貫上がればいいのか、はい、浮きの2着3着の関係は5000点差以内なら柴田の勝ちですからね、うん、はい、なんでまだまだ分かりませんね、はい、まあ望月の仕掛けが、仕掛けの押し引き、仕掛けた後の押し引きがズバリ決まってるという今日ですけどね、うんうん、いや本当にまだ全く分からない下3人。うん、そうですね、横山もちょっと手が入ってないですけど、まあ、柴田はねずっと我慢してどっかで手入れるようなはいタイプですからね、はい、うん、はい、選手が戻りました。まもなく対局を再開します。はい、トンバが終了しました。最終戦難入です。難局、親は横山、下3、望月以外の3名が、かなり競っている展開になっています。今青山が少し抜けている状況。そうですね、ドラはいいピンです。結構厳しい、まあ、仕掛けたらなんとかなるような、ううん、悪くないですね、ゴロチが見えましたね、はい、ちょっと持ち付けは重いですかね。そうですね、うん、さあ青山トーンを重ねて一色手までいくか、いいですね、小山はこの親番は大事にしたい。まあ、落としたくはないですね、親番で連チャンして、はい、もちろん落としてもチャンスがなくなるわけではないんですが、逆転まで、おお、望月動いてきた、三層ポン、自由ですね、一色でってことですね、まあそうです、はい、そうですね、うーん、
まあ、リーチ打つよりはリスクが少ないですかね、はい、わあ9参考にした。さあこのウーソーも仕掛けていきます。望月にフーロイーシャンテン、さあピンズが伸びる青山、わあこれもチーだ、あーこのウーソーもチーですね。さあトンタン機のテンパイになりました。横山がこの親番を落とせないで結構あの被せてくるっていうことも想定した上での、まあそうですね。ただ横山もこの親番落としたくないですけど、宝珠もしたくない。間違いないです、鎮痛は打てないですもんね。打てなくはないんですけど、打つときつくなる。あ結構こういけるかな、もう一歩踏み込んでも良さそうでしたけど、はい、青山もここでソーズはもう切り切れない、まあ、柴田どうするか、ここで時間を使ってきます。望月が敵にはローソーチーソー切りたいんですけどね、切れるかどうかですよね。今ローソー切れればチェイソンぐらいも切れそうですけど、やっぱ切らないですね。リャンペコの、これで望月の思うツボか、チンス先輩になりました。チーソーパーソー、まあもう出ないでしょうね、受けた人たちは。痛いですね。ただローソーから切ってたらここでチーソー捕まってましたね。ドンピシャのタイミングでしたね、はい、あとパーソー捕まってる2人はもういけないですからね、はい、もうこうなったらいかないでしょうね、連装まで余って。そうですね、うん、いやー望月の独壇場になってしまいましたが、横山も転敗してもパーソーはいかなそうですかね。いかないでしょうね、まだ別にね、1000、2000ぐらいの条件なのに無理する必要性があまりないですもんね。逆にワンガン打っちゃうと可能性が厳しくなってしまいますから、はい、チーソーパーソーまだ残ってますか。残ってはいますね。チーソー1枚はいい、パーソーもパーソーも1枚はいるんですかね。そうですね、はい、1枚ずつですね。柴田もなんとか粘りは見せていますが、これはもうサブロッソーがもう1枚もないんですよね。なんでパーソー引く以外に転敗がないと。さあ、おおいったースーソーリリーチパーソー待ち、柴田ここは勝負かけていきました。パーソーが1枚って言ってましたけど、ウーソーはないですね。ウーソーはない。もともと町を合わせている以上厳しい町であることは重々承知。そうですね。ピンズの6、7、8通りますね。ちょっとびっくりしましたね。今パーソー打つわけないんですけど、はい、パーソーの近くだった、あまりに近かったもん。えってさあ積もれるか、どうなるか。
柴田はウッパースを待ちでリーチをしています。返品一平行高めで安平行ですが、高めは山には残っていません。さあ決着がつくかつかない。ここにわあ、ここにパースが来た。これで柴田の当たり牌はてかもう、ね、柴田のツボが残ってないですね。そうですね、持ち続き。ああ積もった、残り1枚のチーソー。持ち続きがここはツモ上がりを決めてきました。鎮逸2004戦の上がりですね。いやー本当にやりたい放題ですね。そうですね、楽しそう楽しそう。どうやっかぶりか6.3。ただ青山沈みましたね。そうですね、なんで微妙には近づいたんですかね。そうですね、まだあの青山のが上ではありますけど、はい、6.3、8.3、 4.8 ポイント差ですかね。まあ2戦条件ですね、はい、まだ横山ですね。はい、はい、南極親は望月ドラワペイです。また横山は戦2戦、はい、柴田はあれ柴田は1326でも大丈夫ですね。うーん、千二千で大丈夫、横山をかわせば大丈夫です。はいでした。2人とも千二千条件ですね、はい、青山が沈みであればもともと 8.0 ポイントなのでそれぐらいで。そうですね、トップ2着3着とかだと2ポイントしか馬が変わらないんですね。はい、と、はい、いうことは6000点差以内の2着3着 OK になるんですね、はい。いや最後で最終戦までこの3人の争いが大混戦になってますが。そうですね、まあ、青山は浮くとみんなの条件、浮きをキープできるような点数になると2人の条件をきつくさせることができますね。柴田はここで単野方向へと手を進めていきます。持ち続きシャンテンになる小山、うん、一通の可能性を残していきます。まあね、急走があって、あ急走じゃない、急万があってもともと単野じゃなかったんでね、はい、単野だとちょっと迷いますけどね、うん、上がりだけ取るならピンフですが、ピンフここで一通ではなく上がりの方を優先する。そうですね、イスチーソの二郎系を嫌いましたね、はい、うまくいった、はい、さあ横山もいいシャンテンまで来た。望月はパーマン切っていく、青山はスチーソー転廃。さあ青山は曲を進めたい。あここチーソー出そうですね。いや止まらないでしょうね。そうですね、ここで青山の上がりになります。ピンフ 1000点の上がりです。一応来ましたね。うん、ただまあ条件を見るときには柴田からすると、まあ、積もればそうですね、あの原点を割ることができるというぐらいの武器ですね、はい、ただ他からの出上がりの条件が厳しくなる。このままだとそれはありますね、はい、はい、浮かれている以上。
さあ第3局となりました。青山の親番ドラは9ピンです。なので青山からするとここでまた一上がりして、そうですね、沈積もられても沈みづらいぐらいの、はいはい、まあ例えば 5% ぐらい上がっておくと6000点浮くので、はい、だいぶ戦いやすい。そうですよね、まあ、柴田がラスト親なのでどちらにせよ柴田は連チャンするしかないっていう条件でしょうけど、遠くなっても横山の条件からするとやっぱりそうですね、うん、今1300-2600条件ぐらい概算ですが、はい、はい、なんでお柴田横山ともにオーラス、はい、例えば迎えれば、まあ、柴田は本当は親なんで、はい、違うんですが、はい、そのぐらいの差なんで、そうですね、なのでここでリードを広げておくことは青山にとってはかなり大きなリードになる、うん、けど難しいんですよね、リードしてる時にじゃあ今リスクを犯すのっていうと、そうですよね、やっぱりリーチとか言われると押せないでしょうね、はい、まあ青山のジャンプを考えるとなおさらそうなりそうですが、そうですね、続き手が進みます。望月はもう手形が整えば多少リスクを背負ってでも上がりに来るという、行くでしょうね、今までを見てると、うん、まあどちらも選択はあるのですが、はい、行きそうな気がしますね、ここまで見てる感じだとそれを一貫してる感じありますよね、うん、いっぱいにしましたね、いっぱいにするってことは行くのかな、ある程度戦うのかもしれない、そうですね、さあ面本営ですか、はい、柴田カンパーマンを引き入れる、これでイシャンテン、形がね厳しいですね、だからスッとドラを切っていきましたね先ほど、そうですね、なんで上がりにはかけてそうですが、うん、まあ、守りきれる差ではないということですよね、はい、まあ、本人も分かってると、さあ総図が伸びてきた、強いシャンテンですか、はい、まあ、天敗能天でも沈みますからね、そうですね、青山はそうすると条件がだいぶ、さあ一歩前進、ただ形はあまり良くない、789にしたいところですけどね、うん、レズローソを切っていく、ローソが持ちづらい牌でもありましたね、あいつになった、あいつになりましたね、1点だ、さあここで望月が動いてトンと急走のシャンポン待ちですね、そうですね、青山の急走はちょっと危ないですね、入り方によってはですか、あやめた、あでもここで手崩していった、あこれで一通変化三面ちゃん必須地層、あここで急走が助かった、合わせた形ですね、はい、トンも助かった、うん、急走はともかくトンでの上がりはあのままってありそうでしたからね、そうですね、うん、まあ、とはいえこれはさすがに三面ちゃん変化するのが自然ですけど、うん、青山はここはもう補充しない方向に、
イスチーソーいそうですけど、いそうですけどね、まあいそう、ああまあそこ G で1枚使われてるんですね。こっちも想像の一通ですからね。そうですね、ちょっと薄いのは薄いでしょうね。まあ、ここまで来てどうも青山が天敗じゃなさそうだとなると、まあ、もしかすると上がっても上がらなくても曲が進む、まあそうですね、感じはありますね。さあもう望月の妻は残っていません。柴田も天敗できず、できずですね。相手で転廃できるかできず、また望月のいいように曲が進んだような印象ありますけど、望月の一人転廃で10曲となりました。さあこれで、青山は減点を割ってのオーラスとなったので、横山からすると青山以外からの上がりの条件も多少軽くなるかなというところです。そうですね、もともと 3.5 あるので、まあ、千二千条件ですね、はい、横山は、横山千二千、まあ柴田は条件はないですが、うん、8ポイントなんで6、あごめんなさい千二千ダメだ、失礼しました、 6.8 なんで1326条件、1326同点ですね。1326で同点、はい、現状 8.3 8.3 で 6.8 変わるので、はい、1.5 差、1500点差になって馬入れると 3.5 で、もともとが 3.5、 1300-1600 同点という、一本馬も入れて、はい、入れて同点、ね、あ一本馬、うん、あ一本馬、はい、一本馬がありましたね、一本馬、はい、あります、はいはいあ違う、一本馬で100点かわしますね、はいはい、失礼しました、1300-2600 で、はい、横山が100点勝つと、はい、まあ、直条件は同じなんで 6.8 ポイントなんで3級ですね、まあ、3400でも3200でいいですね、うん、3200は3500なんで直は3500から、はい、手上がりは64はダメと、その上からですね、はい、77出上がり、しかし1326-39直、あごめんなさい3200直、はい、という条件です。じゃあおさらいしていきますか。横山の条件が、つもだと1326、直撃だと3200、他者からの出上がりだと7700ですね、うん、柴田はまだ出してないですが、64じゃダメなんですか。64は67はギリギリ変わらないと思います。271.6、はい、100点届かない、100点届かないですね、はい、なるほど。そして、柴田はいずれにせよ親の連チャンになるんですなるので、連チャンはしないといけないと。そうですね、今ざっとはまあ 5.4 ポイントぐらいを縮めればいいんですが、はい、なんで瞬間だけで買わせるのは1300は1400オールで一応きっちり買わします、200点とか。はい、対局が再開されました。南四局、一本馬、親は柴田、ドラはウーピンです。最終戦のオーラスになっています。お、さあ柴田のハイパイがまずまずです。シャーから来ている、ドラドラですね。そうですね、
そして横山は3900条件ですから、おイーペーコーが見えますか。タイヤは面単イーペーコーとか面単ピン、はい、チートイツイシャンテンでありますけどリーズもチートイツ変わらないですね。リーズもチートイツは変わるんじゃないですか。あ、変わりますね。と、はい、いうことはリーチしてチートイツで直通も条件、はい、直撃も OK ですね。残に直撃ですもんね、はい。ただ他から出たら地獄みたいな展開になると。なりますね、短期待ちですからね。そうですね、親は降りるわけないと。はい、まあちょっとどっちがどうですかね。でもそうなっちゃったらそれにかかる位置はありますよね。まあ、そりゃそうですね。青山は、まあ、すぐに上がれるっていう感じでもないですね。テンパっちゃった。あ、テンパっちゃいましたね。イーマンイーマンとかもありますけどね。タイヤをにしつつタイヤをチートイで直撃つも条件、はい、からのタイヤの手がいじった。嘘待ちにしました。はすごすぎる、まあ、出ない待ちにしてつも条件、嘘切りリーチだとパーソーが出るかもしれない。そうですね、出ちゃいけないんでこれ、はい、直撃はもちろん OK で、ドラアンコッタこれ絶対行きますよね。すごいですね、嘘つもに全てをかけたってことですね。すごい、まあまあ、ここに来た。積もれば無条件ですからね、はい、まあ、運送は出づらい範囲なんで、またあらリーチやば、うわ、ドラン柴田ドランコのペンチピンリーチ、これどうなるんですか。三山です。三山、運送は二山ですね。三山だったんですけど、しかもここにチーピン島来た。しかも柴田から嘘出たら見逃さないといけないと。いけないって、リーチボが出てもいいし、え、リーチボが出ても一緒ですもんね。3200はですね、はい、うわー、これは凄まじい局面になってきた。なってきましたね。青山からしたらはっていう話ですよね。そうですね。え、条件満たすリーチがいきなり入って親が追っかけてきて、はい、え、みたいな。ただまあ親に上がられる分には連チャンなので。そうですね、どちらかといえば青山。これはスーピンが通りましたね。これ手詰まると GP は危ないですね。さあドランコのペンチピンリーチ対チートイの嘘短期、嘘もまだ2枚ありますからね、はい、嘘はツモ直条件、嘘ここに来た、青山の手に嘘一枚チーピン。あー、うわー、ここで横山が宝珠になってしまった。柴田の上がりペンチーピンリーチドラさん12000は12300、大きな上がりになりました。ここで柴田が大きな上がり、さあこれで逆に青山が柴田の背中を追いかける展開になります。そうですね、もともと8ポイント下なので浮き、はい、浮き沈みはツモで簡単に作れそうですからね。はい、失礼します、もう一回計算が来ると思ってなかったな。そうですね、2ポイント下ですね。2ポイント下で8、浮き沈み作ればいいんですもんね。そうですね、っていうことは積もるんだったら沈めればいいので、800、1600、あ、日本馬なんで、はい、700、1300、ああ、積も条件は結構軽い、ね、そうですね、あの1300が沈めばいい、日本馬であれを沈めればいい、直条件も、はい、あ、日本馬なんで1000点ですね。1000点直、700、1300積も、はい、ただ脇からの出上がり、あ、直、あ、直はそうで、脇からの出上がりはちょっと条件厳しくなりますね。かなり厳しそうですね。もともと1、3なんで、3人浮きの2着3着なんで2ポイント、1万点以上離さないと、そうです、1万点、6000点以上離さないといけないんで、2000点差で6000点、8000ですかね。 77OK、ね、そうですね、 77OK、 77は83なんで、はい、77出上がり7等3つも、うん、1000点直、そうですね、になりますね、はい、青山の条件を探します。直撃が1000点 OK、 積もなら700、1300以上、望月横山からの出上がりならば7700以上の上がりで青山の勝ち上がり。柴田は天敗能天もダメですね。ダメですね、あの、いや、あのあれですね、一人青山の一人天敗は OK だ。
ですね。不思議な状況ですね。で大体転売の前でこれ一人転売になりそうだからまあそうですね、はい。だから青山がリーチってきた時に、はい、望月横山は受けることが多くて、そうすると一応防れるっちゃ防れる、うん、はい、いやけどね、分からない時に柴田が防れるかというと、はい、ちょっと難しいですね。まあとりあえずもう一回上がった方が安心といえば安心、ね、沈まない条件にしとくと相手に条件を与えられるので、うん、ただ結構その柴田からすると横山望月の動向を見てて、まあ脳天だなっていう判断つくことって結構あると思うんですよね。うん、ありますね、はい。特にリーチ、青山のリーチが入って見る方向が一方向になったらですね、だから二人転敗はちょっとレアなケースかとは思います。どちらかというと青山が攻めた場合青山の一人転敗になる可能性が高いので、はい、そうですね。いやしかし最終局もつれます、大接戦です。すごいですね。まあ、横山は一応倍積も条件残ってますね。うん、さあ柴田のハイパイドラでアンピン、望月青山の手配、青山手配苦しい、七等さん、まあ直条件はあまり考えないので、まあ、最悪の場合先手のポンテンとかは取って、はい、プレッシャーをかけつつもう一局何もしないよりはした方がいいでしょうけど、七藤さんが現実的にはできるようにしたいですよね。そうですね。ということは面ピン積もとかリーズもテンパネ、はい、なんでまあ面前だとまあドラがなくても役がなくてもそうですね。その点が救いというか条件、点数の方の条件がかなり積もなら軽いっていうのが救いですよね。まあ、実際はリーチ打つと条件的にまあ考え方ですけれども、はい、望月もそこに対して全部突っ張ることはないでしょうから、はい、自然に積も直条件にはなりやすいですけどね。そうですね、うん、そう出上がりがほとんど他からの出上がりがない、はい、行かないとしょうがない柴田が行く、はい、ただ青山がリーチを打ってば積も上がりができなかった場合は防る可能性がありますね。ありますね。柴田が防ぐことができる可能性がある。例えばかなりきつい牌をテンパってるとしても柴田が打たなきゃいけない、うーん、もうこれは当たるって言ったらやめてもうその脳天に一人テンパにかけるっていう選択も出てきますよね。できますね、はい。はい、柴田は天敗能天で、青山と着順は変わるんですが青山の一人天敗ならば減点を割らずに済むので、防れるということですね。おっとピンフのイーシャンテン入りましたね、うん、500戦がダメなんですね。なんで青山手配が整ってきましたね、はい、かなり苦しそうでしたけどカンローマンから引ければ、3つだったとかしょうがないですね。しょうがないですね。そうですね、はい、3ピン引いたら単葉へ、はい、老朽層から引くとリーチできないのがきついですね。うーん、さあ横山も倍満を目指す、倍満、まあ、スズアンコウですかね。うわピン風になった、ドライチだ、しかもドライチだ、あもう闇点で良くなったんですね、はい、これは大きい、これはちょっと可能性ぐっと出てきましたね、はい、直撃は現実的ですからね。いやこの順目にすぐてすんなり天敗入ると止まらないですよね。うん、そうそう落ち着いて嘘やんそうのがちょっと良かったかな、どっちだろう、難しい。柴田もちょっと手配苦しそうですもんね。
こうやって嘘が打たれることでヒントにはなりますね。想像が分断されてしまうんで、はい、あそういう意味では6球層が打たれづらくなる。うわー究極どうしようどうします。いやードライチな、ドライチは外せないですね。だから老朽層と老朽マンの比較になりますけど、ローマンが2枚、9万が1枚。ただ老朽マンもめっちゃいい街には見えますね。そうですね、どっちって言ったらマンズの方が安いんでマンズにかけたいですね。ただ9万統一望月、あこれ恨めりたくないですね。いやこれは結果出そう。うわ9万なくなった。ローマン2枚やめてあげて老朽層を持ってくるのはやめてあげてと言いたくなる。柴田はこれもう降りてますね、ほとんど。ああ、もうだから一人転売にこうなるでしょうという、はい。まあ一局やって安く上がってもまだ相手に条件残しますからね、はい、これにかけるって、転売った。これは運命ですよね。どっちだったの。あ老朽はここに重なった、重なった。老朽いつもなら OK、 直撃でも OK、はい、ローマン2枚ですよ。山望月が転売すればあのアウトですよね。でもそうですね、これ転売する可能性ありますね。自然に転売しちゃう可能性ありますね。したら闇天な分転売って開けますよね。開けますね。だからこれ闇天がこうそうするリーチだったらもうやめるにしても、うん、横山さんも転売しちゃいそうだけど、あ転売った、望月転売った。これでちょっと一応役はあります。あ、積もった、そのまま積もった。おお、青山の積も上がりになりました。積もピンフドラ700、1300は900、1500の上がりになりました。青山は自力で積もってすごい散りまくりました。いやーすごい対局でした。最後は青山が上がっての、まくりですね、最終戦終了して1位通過が望月、2位通過が青山という結果でこのシータクベスト16対局終了となりました。はい、それではこのまま選手をお呼びしてお話を伺っていきたいと思います。最後は見事な逆転劇、素晴らしかったですね。老朽マンターツ選択して結果出しましたね、うん。いやー嬉しいだろうな。はい、このまま選手をお呼びしますので少々お待ちください。いやドラマがありますね、十段戦はやはり。まずは、残念ながらここで敗退となってしまったお二方お呼びしてお話をお伺いしたいと思いますが、今しばらくお待ちください。はい、お疲れ様でした。対局を終えた横山プロ、柴田プロにお越しいただきました。なぜか、山田さんがいなくなりましたが、はい、お話を伺っていきたいと思います。まずはお二人とも対局お疲れ様でした。いや最後まで息の詰まる対局で、本当に誰が勝つんだという対局でしたけども、まずはご自身で振り返って、横山さんどうでしたか。いやもう全然ダメでしたけどね。あそうですか、ちょっとバランス悪かった。あ行き過ぎですね。いやいやもう少し遅くないとダメかも、ね、ないと思いますけど、まあ、ちょっと展開がまあ、ちょっと悪かったところはあったのかなっていう印象はありましたけどね。最終戦とかも結構他の人がすごく動いてる中で横山さんだけ動ける手配じゃないっていう感じありましたけどね、はい、最後ねはもうだから順位勝負になってんです、ね、そうですね、まあ、なるべくもうダメな時は打たないようにみたいな感じでね、うん、はい、ありがとうございます。そして柴田さんお疲れ様でした。最後1万2000上がってからの再逆転音という結果になりましたけども、そうですね、どうでしたか、その今日1日通して自分では。なんですかね、なんか結構ドラドラが来たんですけどね、はい、なんか上がりまでが確かに遠かったんですね。でも初戦とかも結構遠いところからじっくり構えての、ね、あの関数層とか
なんか泣くつもりなかったのに、はい、止まっちゃって、うん、無理やりチェーしたら数音で日球放中したとか、はいはい、ありました、ね、何やってんだろうなって自分が見ながら反省しながらやってました。うん、あとあの最後のチートイツの横山さんのリーチがありましたね、はい、あれもすごい難しい判断、詰まってしまったらね、もうちょっとショックかなと思って、ね、ああなったらやっぱりリーチするのも一手で、うん、で、まあ、筋引っ掛けになるバーソーだと出にくい方がいいですね。直撃は OK だけど、脇から出たらかなり厳しくなるんで、はい、ウーソーにしてのリーチという判断、もう本当思考が手に取るように分かる難しい局面の中でもそうだよなと思いながら見てました。そしてその後ペンチーピンのドラスのアンコのリーチという局面になりましたけど、でどちらも枚数であまり残ってて、まあ結果はチーピンの方上がりとなりましたけどね。あれもまあ横山さんにとっては一つの勝負の分かれ目、ギリギリのところまでね、今ちょうどあのちょうどウーソー短期のリーチの話をしてたんですけど、ああはい、まあ判断やっぱりまあ、ね、こっちでかあの解説席で言ってた通りの、まあ、思考の一回見てるんですよ、積もってしまったのでもう、うん、まあ、積もっちゃうんですか、積もっちゃうんです、積もっちゃうんです、チートイのリーチなんですよね、まあ、ウーソーは待てなくはない、まあ、イペコの形のウーソーで、まあ、積もることも多々ある形だとは思いましたけど、ね、リーチしないっていう選択肢ももちろんあるんです、単4つで E 万切ってことまあそれでごちゃごちゃやまあメンツテートの点にかけながらっていうのもありましたねっていう、だからテンパってしまったんでっていうところ、まあそうですね、どっちが確率が高いかというと難しいですよね、手が早いが伸びるかどうかっていう保証はないですからね、うーん、本当難しい判断でしたけども、ただ最後は残念ながら三つどもえの戦いでしたけど、青山プロの逆転勝ちとなりましたけども、では関西本部、あまだ一人ね、あの佐々木さん、そう、ね、残ってますけども、はい、できれば二人での対局も見たかったと思いましたけど、ね、まあ、僕負けたんでね、佐々木君は佐々木さん頑張ってもらってね、はい、決勝まで行ってほしいです。ありがとうございます、お疲れ様でした。柴田プロも今年はここで敗退となりましたけども、ね、はい、まあ、縦断戦といえば柴田さんというところも、まあ、明日 B1 セレクトまたここでやりますんで、はい、はい、切り替えて大変ですね、はい、翔ちゃんとやりますんで、はい、そちらの方してください。はい、ありがとうございます。おでともお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。柴田プロと横山プロにお越しいただきました、はい、お疲れ様でございました。よいしょ、はい、ではこのまま、見事ベスト8に進出を決めた青山プロと望月プロにお話を伺っていきたいと思います。はい、松井プロと青山プロにお越しいただきました。まずはお二人ともベスト8勝ち上がりおめでとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、まずはご自身で振り返って、青山プロどうでしたか。いやもうよく残れたなと思います。最後は見事な7300のつま上がりになったでした、うん、ペンローワンだとも知らずにまあまあ良さそうには見えましたからね。そして望月プロ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ご自身で対局振り返っていかがでしたか。今日調子良くなかったんで、うん、あの連盟チャンネルで初めてやるような麻雀打ち合いでした。いや本当に同じ人間が打っているようには見えないと言っても過言ではないような、その元々の望月さんのイメージ、普段皆さんが持たれているイメージからは本当にそういう印象はありましたけど、まあ、リーグ戦やめて、はい、あの勝たないともう意味がないんで、まあ本当はね自分らしい麻雀というか思ってる麻雀を打ちたいのは山々なんですけど、そんなことより勝ち進んでいかないと、うん、自分がねこう出る機会がないじゃないですか、はい、だからあんまりこうしたくなくてもまあこうした方が勝ちやすいよねっていうね、勝ちやすいっていうか、あのなるべくこうリスクを下げて、はい、最後までこう最終戦に条件が残るようにと思って、はい、対局してたんですけど、結果たまたまねあのいい方向に転んだのかなって思ってはいますけどね、まあ、勝ちにこだわったということ
ですね今回は。そうですね、ちょっと多分ご覧になってた皆さんはびっくりしたと思いますけど、うん、ああいうのもできるんだぞと、はい、やんないだけだよって、はいはい、まあ、それは本当に見せつけられた場合もあります、はい、まあ、そういう、はい、そういうことにしといてください、はい、でもこのままあの決勝までいけばもちろんそこでトーナメントとは違ったまた戦い方っていうのを見せてもらえると思いますんで。そうですね、同卓2人勝ち上がりとやっぱり頭取りは違うんで、うん、はい、うん、そうですね、はい、まあ、頭取りでいろいろ考えてますけど、はい、うん、まあそうですね、はい、まあ、今回はチャンスなんで、はい、まあ、てっぺん取ることしか考えてないんで、はい、ありがとうございます。なので望月さんのファンの方もいらっしゃると思いますけども、また望月さんらしい戦い方っていうのはそこにまだ待っていればそこで見れますんでということで、今日はいいでしょうか。今日は分かんないですけど、ヒロ君に怒られちゃうんじゃないかなと思って。いえ、とんでもないです。全然、うん、やっぱりよく泣いてました。珍しい。まあ解説もそれは触れてましたけどね、はいはい。まあ、トーナメントというルールが割とそういう展開になりやすいルールなんですね。そうですね、はい、負けないようにその大きいラスを引かないようにっていう、うん、結構細かい展望のやり取りの、うん、我々がやってもそうなることが多いですし、映像対局になってない時でもそれが多いですね。大味な試合は少なくなりますね。はい、ありがとうございます。じゃあ見事お二人ともベスト8勝ち上がり決めましたけども、ベスト8に向けての意気込みをじゃあお一言ずついただいて今日は締めたいと思いますので、では青山さんからお願いします。はい、今決まっているメンツが内川プロと、はい、前原法医という本当に A1 で活躍するすごい方たちなので、はい、少しでも食いついていけるように頑張ります。あと3週間ぐらいあるんでまた稽古してきますんで応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では鈴木プロお願いいたします。はい、まあ、最初から決勝を目指して戦ってたんで、まあ、あと2つですか、はいはい、あと2回勝って、はい、リーグ戦やめた分ここでちょっとなんか解放してあげたいと思います。はい、一生懸命頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。山田さん、今日の対局振り返っていかがでしたか。いや、そうですね、まあ本当にね、望月さんが意外だったっていうことにつきますが、まあ最初はねすごい柴田さんがねいい技を見せてくれて、うん、もうこれは柴田さん安泰かなと思いきや、ちょっと崩れましたかね、うん、その崩れるきっかけを作った、まあ、青山さんがよく頑張ったかなと、まあ、ちょっと青山さんにはきついこともきつい言い方はしないと思うんですけど、対局中これを切らない方が良かったねみたいなことは言いましたけども、うん、まあそうですね、まあ、最後まで我慢した分ご褒美が入ったのかな。最後も2分の1の選択ですもんね。そうですね、難しい選択でしたけど、選んでもどっちでもまあちょっとマンズかなっていうぐらいで、うん、別に想像引いたで失敗したらそれもあるよねぐらいの、ね、うん、感じだったんで、よく正解を選べたなっていう、うん、素晴らしかったです、ね、お見事でした。はい、ありがとうございました。残すところこのベスト16もあと1択となりました。D 択の対局が来週ですね、7月13日金曜日、今日と同じ15時から放送開始になりますので、選手が仁平範明、沢崎誠、黒沢咲、太田雄介と、解説に佐々木里という夫人でお送りしますので、こちらの方もお見逃しなくということになっております。本日は長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。また来週お待ちしております。ありがとうございました。